はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。骸骨のお化けです。さあ本日なんですが、皆さん診断デッキ触っていらっしゃる方結構多いかなと思うんですけども、実はひっそりと実装されているこのワイトロードというカードご存知でしょうか。あ、ご存知ない。これね最強なんですよこのカードワイトのサポートカードになっていましてね、ライトロードとワイトを組み合わせて、ワイトロードって言わずっと呼んでいるデッキが昔からあるんですよね。遊戯王、そのライトロードが実装された後からもうずっと存在してるデッキなんですけども、まあ、これを公式がネタとして、まあ、採用してくれまして、ワイトロードっていうカードをカード化してくれたっていうのが、まあ、このカードの経緯だと思うんですけども、これがですね実はめっちゃ強いんですよ。このカード名の、は墓地に存在する限りワイトのシャア使うという効果と、これよくあるやつね、ワイトで。で、自分の墓地にワイトかワイトキングが存在する場合、手札フィールドのこのカード、墓地を送ると、自分の墓地のワイト、ワイトキングの数まで、自分のデッキの上からカードを墓地に送るっていう。ありえねえ墓地壊しができるんですよ。ワイトとかワイトキングが墓地に落ちている状態でこれ打つと、この10枚とか墓地壊してたりとかして、もう千葉かりもびっくりの。枚数を墓地壊せるっていうところで、2番の効果は、まあ、回ってる前提ではあるんですけど、めっちゃ強いんですね。で、さらに3番目の効果で、墓地のこのカードを除外して、自分の墓地からワイトかワイトキングを特殊化できるよっていう効果、まあ、ワイトを特殊化することはほとんどないけど、ワイトキングを特殊化すると打点がね、ワイトの分だけ上がるから、ワイトキングは。だから、めっちゃ脳筋モンスターが爆誕するんですよね。だから、ワイトロードしかも、その1、2、3全部、基本的には1ターンに1度使えるんで、ぶん投げた後にワイトキング蘇生ができるわけですよ。これがねめちゃくちゃ強いんですね。でこれを、まあ、活躍させるというか、まあ、ワイトキングでぶん投げることを目的にしておりまして、今回は、ワイトを、まあ、デッキから墓地に叩き落とせるように、ライトロードのギミックと、あと、まあ、ティアラメンツのギミックと、それから、まあホルスのギミック、これ全部採用してます。ワイトと、共存できる一応墓地肥やしギミックはこのぐらいなんですよね。ティアラメンツ、ライトロード、ホルス、この3種類を使ってなんとかワイトを墓地に落としてワイトキングでぶん殴るっていう、まあ、これが最終目標なんで、はい、ちょ回し方に癖が強すぎるっていうのはあるんですけど、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。めちゃくちゃドヤ顔でこっち来たー。ワイト君初手来る確率まあまあ高いっていうのだけマジでうざいわマジでそれだけマジでうざい絶対行くんだよ。わわわわ、もうワイトめっちゃ落ちるじゃん。まあまあいいんだけどね、別にワイトが墓地にいることがまあ強いみたいな話はあるんで、まあ、これ一回ちょっとシンクロしていいですか。なんか相手なんもなそうですね。終わり、世界終わらせますけどいいですか。さあとりあえず、ルミナス、ルミナスじゃねえや、ライトロードアテラミネリバの効果によって、デーモンとアーチャーフェリスジャンボッチ送っちゃって、でデーモンの効果で特殊召喚してさらにシンクロも構えていくスタイル。いや素晴らしいですね本当。ライトロードっていうねギミックはね本当ね何個もクソデッキでいいから、まあ、クソラブワイトデッキはまあクソデッキじゃないんだけど、別にまあクソデッキよりではあるけどギリギリちゃんと遊戯王するからまあクソデッキじゃないんだけど、これとりあえず1回ビサスアムニタラスパイセン出して、でこれスタフロスト扱いのやつね。これで、これで、なんだっけ、ペルレイノ持ってきて、で、ペルレイノ発動して、はい。ちなみにまだ僕、召喚権使ってないんでね。はい。当たり前ですけど。ティアラメンツって結構ね、召喚権、重要じゃないですか、レイノハードに咲くから。ライトロードって召喚権使わないから、めっちゃ相性いいんだよ、やっぱり。ライトロードとティアラメンツはね、混ぜるべきだとおじいちゃんが言っていた。ほんで、アーチャーフェリスさん、墓地送ります。で、フェリスさんが墓地から湧いて出てきます。墓地にティアラメンツがたまってねえか。一旦じゃあ、セイント見てれば、ちょっと暇なんでラシに行きますか。暇なんでラシに行って、はい。で、セイントミネルバさんの効果発動して3枚まず墓地肥やします。ここで、まあ、何落ちてもまあ別に、ああ、割と悪くないね。で、ドラグオブライトロードの効果を発動し、ジャッジメント、じゃあパニシメント持ってきて、で、ライトロードアテナミネルバさんの効果を発動し、ライトロードの種族の、種類が違うやつを4枚ゲームから除外すると4枚カードが墓地をくれて、はい世界終わった。でライトロードビーストウルフ、ワイトプリンスワイトプリンスってなんやねんってね。でティラミスデイのハート、ワイトプリンスでってなるよね。さあこっからのアルティメット展開見せていくぞ。ちなみにこれめちゃくちゃぶん回してんだけど、
ぶん回して何が やりたいかっていうと、ワイトキングでぶん殴りたいだけっていうね。ワイトキングでぶん殴りたいだけっていうね。やりたいことが。やばいよな、それ。ディアラメンズ・レイノハートの効果。チェンジこっちか。どっちもいいか。レイノハートの効果、ティアクシャ効果。で、2枚墓地肥やして。さらに確定で、あっつ、いやー、ちょ、枠が枠が枠がちょっと空いてないんですよね、今ちょっとね、それやりすぎなんですよ、これやりすぎなんです。あるあるなんだよね、これ。ライトロードあるある。なんか展開めちゃくちゃできるんだけど、その墓地に落ちるタイミングによって、なんか盤面が埋まっちゃってるタイミングでめっちゃ落ちるみたいなね。はい、これめちゃくちゃあるあるですね。でレイノハートとハウフニスを融合召喚して、北からスタして、はい、でビーストウルフの効果特殊召喚して、はい、でアチャフェルス君の効果発動する。出てこれない、出てこれないんだよな。出てこれないんですよ。はい、展開力やばすぎて盤面出せるあのスペースがないの、マジで笑う。さあ一旦ちょっと盤面を開けに行きますね。やばいので、これでね、この後にね、またティアラメンズが出てきて、で、なんか、何、出せませんでしたのなんかてことになると、やばいってことが起きるので、でこれでティアラメンズくん出しまして、はい、で、キトカロスくんの効果と、ティアクシャちゃんの効果が発動して、5枚と3枚で8枚壊しと、ワイトとかいうさ、デッキの中のゴミ死ぬほど入ってっからさ、こっち死ぬほどゴミ入ってっからさ、ちょっとさ、こんだけ落としてもまだデッキ結構残ってんだよね。割と頑張って落とさないとね。さあ、メタノイズの間違えた、やばい、手拍子で使ってもだ。でも人から戻さなきゃ。あか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 、ちょっとミスだ。ミスだ。やばい、なんかクソ適当にやったらなんか間違えた。人から戻してもだ。ティアラメンツシェイレーン、はい、回収で、ベイキングの、効果でワイトロードを手札に加えて、もうワイトプリンス持ってきても、ワイトがいないので、ワイトちょっと2枚しか入ってないんですよ、今回。なので、まあ、手札にしすぎてイラついたから、でワイトキングを墓地に送ってばいいか。あとでワイトキングであれするわ。蘇生させるわ。でですね、マジでさ、これアムリタラでさ、盤面のモンスターは悪魔だからね、たまにそういうことも起きる。でこの2体でジュアンデルヴァンパイアして、ジュアンデルヴァンパイアの効果を発動。さあアルティメットポチ小林ムーブ4枚問うモンスターを特殊召喚。あ、なるほど、あ、なるほど。これさ、サイフレームギアガンマ特殊召喚して、これ実はさ、ちょっと気づいちゃった。こうしてで、これ出して、でなんか相手の都合よく落ちたレベル2のチューナーでバランス出せばいいや。クソ適当にバランス出して、はい、でこっから僕で何がしたいかっていうとですね、あれなんですよね、ワイトキング親衛隊を作りたいんですよ。ワイトキング親衛隊を作りたい俺は。あー、なんかね、ワイトロードを置くしかないね。で、なんか、王の棺も引けたんで、王の棺の効果も発動できちゃうんですよ、これね。はい。で、特殊召喚させてもろて、はい。わかんないけど、なんか無限に展開できる。とりあえず4素材アポロウーサ出して、よし、だんだんワイトキング親衛隊の全貌が見えてきたぞ。ワイトキング親衛隊の全貌が見えてきた。で、ワイトロード効果、うおー、ワイトの墓地のワイトの数だけデッキからカードをめっちゃ墓地送る効果、うおっつえー最強すぎる。あまりにも強い。で、ティアラメンツスクリーム発動、ちょっと何やっていいか分かんなくなってきた。何をやっていいか分かんなくなってきたぜ。ほんで、あー、シェイレン使えんのか。これ、とりあえずちょっとワイトキング出すか。ワイトキング今、ダテイクさんぐらいなんだろうな。ワイトキング、墓地から特殊ができるって効果。今、ダテイクスですか。効果発動、9000!
1万1000よし、これは強い、これは強いぞ、これは強い。あ、やばい、時間がない、時間がないって、待って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 、時間がない、ちょっと待って、ね、待って、どうしたんだっけこれ。いやでも言って、展開このまでで今であるんだ、これ普通に強いか、これが十分エンドフェーズだな。マスカレながら出してもよかったけど、まあいいや。ちなみに召喚剣使ってないしです、これ今現状この展開するのに終わってますね。あ、何、なるほど、まあそのぐらいは許して差し上げよう。粛清なら祈りいいだろう、粛清なら祈りうぜー。ちょっと待って、儀式されたくねえ、儀式されたくない問題。でもワイトキングの1番2戦抜けないんじゃないって、実は粛清なら祈りはまあクライムしましょうか、クライムして、でシェイ墓地送りますか。でこれは破壊し、あ、できるものしすことができたら、自分の手札からモンスター行って墓地送れるんで、これでシェイ送って、でちょっとごめんなさいね、さっきキトカラス戻しちゃって、わけわかんなくなってるんですけど、一回キトカラス出しますね、一旦キトカラス出させてもらって、でハウフがまだ入れたと思うん でハウフを墓地送って、ね、残り10枚か、ちょっとあんまやりすぎるとマジでやばいことできるな、デッキ最悪なくなることあるからね。ああで、はい、あ、ハウ落ちましたね。で、キトカラス効果で、まあ、じゃあ、レイノハートかなんか回収しておきます。はい。で、ハウが落ちたんで、ハウ効果。で、妨害増えました。ルルちゃん出して、はい。おはようございます。ワイトキング親衛隊強すぎるだろ。ワイトキング親衛隊の、なんかパワーやばすぎる。ナイトミアスローンどうぞ。ナイトミアスローンどうぞ。OK です。これバロネスもクライムもあるから、拮抗勝負とかもケアできたら強いでしょこれね、最強だよね。まあ、ちょっとバロネスとウーサーが並んでるから若干その超融合を食らいがちっていうのあるけどね。ああ、さあウーサーでちょっとユベル の特殊化効果止めてます。あいつは出てきてもいいです、別に。あ、粛清なる祈り、なるほど、粛清なる祈り、まあ無効か。ティアラメンツルルカロスの効果を発動、ティアラメンツルルカロスの効果により相手が特殊化する効果を無効にし、さらにティアラメンツモンスターを墓地に送る。まあティアクシャでいいか。でティアクシャの効果一応発動して、でワイトまだいる、ワイト落ちれば墓地、あー、いないか。ワイトキングの打点があとは一生上がり続けるのをお前は見守るだけだ。さあかかってこい、まだ俺は三素大ウーサとバロネスが残っているぞ、妨害はかかってこい、殴らせろ俺に、ワイトキングでてめえの顔面を頼む、殴らしてくれ。あまた殴れんかった。ワイトキングってなんでこんなにこうロマンあふれるモンスターなんだろうね。ほんとただ打点が高いだけなんですよこいつ、マジでマジで、ただ打点が高いだけっていう、まあ、それ以外の存在意義あんまりないんですけど、なんかロマンを感じるよな。やっぱあとデッキの中にゴミがねなんかめっちゃ多いっていうのもなんだ、いいところというか、まあいいところというか、まああれだよね、愛すべきところというかさ、そういう感じだよね。ゴシップシャドウで誘発ケアしてからこのディアベルスター通していくのうまいな相手、なるほどな。うわーちょっとやばいかなこれ、ユーサー、まあでも言う3戦の後あるので、まあ割と何とかなりそうな気はするんだけど、まあ芝を買ってしまえば問題はないみたいな話あるんだけど、これどっちだと、まあ炎王スネークかな、これわかんねえけど、炎王スネークだとちょっとアポロウサ出ちゃうんですよね、アポロウサ出ちゃうんで、アポロウサをどうにかするやっぱりあのカードがないといけなくて、やっぱりアポロウサっていうのはもうすごく無効にできる代わりに魔法トラップには無力なので、まあなんか参戦の号とかで参戦の際持ってきたりとか、芝刈りでまあほんと手数でご了承とか、まあそういう感じになるんですけど、基本的にははい、まあ、あと展開を見守るしかありません。私マジでね、何、誘発何も入ってないんですよ。誘発なんでかっていうと落ちたら弱いからです。あとワイトがデッキの中の枠を取りすぎて誘発を入れるわけがないって思うんだけど、なんで、まあ、後手はほんと手数で頑張るしかない、手数で頑張るしかないって言って、ワイト、ワイトプリンセス、なんかワイト夫人みたいな手札になった時マジでぶち切れますけどね。珍しいね、純スネか、多分これ AO を展開されないから、多分これ純スネだね、純スネめっちゃ珍しいな。
最近猿翁しか当たってなかったから、なんか懐かしいわ、もはや懐かしみを感じる。ワイトロード来すぎ。お前サムネになったからって調子乗んなよ、ワイトロード。お前別に2枚でにも来なくていいんだよ、お前1枚でいいんだよ、どうせ初動にもならないくせに。で、造営の活動でなんかあります？いやこれね、あー使ってくんねえか。これ5をなんとかしてぶち込みに行きたいんだけど、あれ多分包容だと思うんだよな。これさ、うららなさそうじゃね、なんかわかんねえ、うららなさそうじゃね。ちょっと5を打ってみていい？ちょ、ここにうららって言われたらそれはそれでいいや、もう。あーなるほど。で、隣の芝刈りじゃあ一応ちょっと打てるかもしれないんで持っています。じゃあ打ってみていいですか？うららって言われたらごめんなさい。それはあ、いけるね、いけるね、やばいやばい、いや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 、あーすごい、めっちゃ来ました。あ、ライトロードビーストウォルフさん2枚、はい。で、ライトロードビーストウォルフさん2枚。さあ、これはでかい。哀れ王者でけえか、使えるカード。使えるカード多すぎ、使えるカード多すぎ。ちょっとね、これ、どうしようかな。ライトロードデーモンバイスさんの効果発動して、フェリス出す。で、メタノイズで、レイドハートいるからシェイ回収していいや。で、シェイ回収。で、ワイトベイキングさん効果発動でキャンプ場をして、ソロキャンしていってもらって、ソロキャンからの増殖する字がぶっ込まされていく。まあもう関係ないですよ、もう増字増字なんて、増字なんていうカードも関係ありません、もう普通にもう行くしかないっす、こちら。で、ベイキングの効果で、ワイト夫人と、もうワイトプリンスは落ちてんのか。で、ワイトメア持ってく、いや、まあ、ワイトキングでいいか。ワイトキング持ってきて、で、ワイトキング送ればいいか。はい。で、シェイから、バイスで特殊。で、ハーフチで融合。その辺か、レイドハート召喚できるのこれ。これ回収が来てよかったな、メタノイズで。毎回毎回メタノイズなんか聞かれたらさ、回収するって言っちゃうんだけど、これよく見てからやった方がいいってセザールね。で、キトカロス24枚 OK で、24枚、これ意外とさ、普通増人スッパであれじゃない、デッキなくなる説あるよね、結構。まあ、ニビルとか入ってるかどうかなんだと。で、キトカロス効果発動します。なんかありますか？無限保養ですか？まあ、保養ぐらいはありますよね、多分。あのクセカード保養ですよね。あー、ゴシップシャドウか、 OK。 ゴシップシャドウの効果、お互いに1枚ドローするという効果になるという効果ですね。はい、さあ、ティアクシャ、引っ張ってこれました。強すぎます。これ無限法要じゃねえのかな。無限法要じゃない説はあるか。リトルナイトで一回踏みに行くのは結構あるね。リトラーを出しておくと、相手のマスカレーナのリンク召喚を止められますんで、一応ワンジャンなので、まあ、リトラ先出しといてから下で展開していきますか。はい、ああ、邪魔しんですね。ああ、そう、OK です。了解です。まあ、それはまあ、どっちでもいいです。はい。で、回収効果入ります。いいです。OK です。マスカレーナ効果、リトルナイト効果チェーンすれば、マスカレーナは飛べないので、あとは、だから、伏せカードが何かですよね。多分、無限法要だと思うんだけど、多分。こうすると、一応これ無限保有踏めるよね、多分。あ、エフェクトベランのかい、エフェクトベランのか。うん、まあ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 いいでしょう。まあ一応使いますか。一応念のため使いましょう。ティアラメンツクシャトリアの効果を発動するぞ。あと圧倒的墓地クラッシュをしてニビルを踏んだ後にラワイトキングを爆弾ってやればいける可能性が一応プランは見えている、プランは見えている。さあ、メタノイズを除外して、レフェクトベイラーの効果によってリトルナイトが無効になり、でマスカリナの効果によって、リンク召喚でリトルナイトが飛んでくるか、マス、ウースが飛んでくるかどっちかなんだけど、これどっちなんだろうな、ちょっとわかんねえな、どうすんだろう。あ、リトルナイトか、オッケー。リトルナイトで、ま、キトカロス飛ばしとかなんか、ティアラメンツクシャトリラの効果を発動したい。でリトルナイトの効果対象は、まあそうだよね。あ、オッケー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 、面白くなってきた、割と面白くなってきた面白くなってきたじゃねえかよ。
さあキトカロスが吹き飛んでいく。でティアクシャの効果で自分の、デッキから墓地を送られて、でサリーカの効果を発動し、さらにデッキからティアラメンツカードを回収していく。でまだ俺シェイ使ってないっけ。いやでもこれあれか、グリーフで落とすカードなくなるか、これシェイ回収したら。グリーフで落とすカードなくなるか、ちょっとダメか。レイのハト回収で、ほんでグリーフ発動して、あとは一応盤面だとリトルナイトだけなんですよね、妨害は。なんでリトルナイト踏めれば多分なんとかなるんじゃないかなと思うんですけども、ティアラメンツシェイレーン特殊で、シェイを、あとこれあれか、そうかそうか、墓地からいけるから、これビニーとか別に、ごめん、グリーフの効果勘違いしたわ、デッキかじゃないのこれ、墓地からもいけるの強いね。じゃあ今シェイレーンでよかった。で、カレイド出しに行って踏みに行きます。はい、カレイドはね2ビル級はいいという話はありますからね。一応これ多分破壊なんじゃないじゃん絶対、あの伏せカード多分無限砲だと思うんでね。あとはまあブラフ渾身の抹殺とかなのかな、もしかしたら。こんだけあの発動されないとなってくるともう抹殺とかかもしれないね。でリトライトの効果発動、まあ、飛ぶ効果ですね。はい、まあ、2人とも飛びましょうと、一緒に飛びましょうという話になってくる。はい、でカレードハートが一応生き残っていくからの、7がいなくなるとバロネスが出ないんだよな。ちょっと行くかもう。うお、自分の墓地のワイトの数だけデッキからカードめっちゃ9枚っすよ。クライブ効果、キットカロス回収するか、キットカロス効果、回収してレイノハト効果発動、レイノハト切って特殊召喚、トリビカルマの効果発動。はい、何残ってるの、あとちょ今あと何残ってるか分かんねえよこれ。芝刈り通ったの初めてすぎて展開方法分かんねえ。ああ、ティラメンツスクリーム残ってたんですね。でレイノハート特殊召喚、はい、で墓地送るカードはレイノハートで、クライム効果で回収キトカロスで、レイナの効果は起動して、圧縮だけ一応しといて、これも別に有効はできないんであんま関係ないんですけど、エフェクトベーラー、俺も融合全部使ったけど、なんかエフェクトベーラー使ってくれたわ、ラッキー。なんか謎のタイミングでエフェクトベーラー飛んできた、やった。でも相手も混乱してるぞ、相手も焦ってる、これはこれは相手も焦っていると思います。おそらくもうメイルとかいないんで、このゲーム。ミネルバ出しに行くか。いや、これウーサ出しに行くのもありだな。ミネルバ出し、いや、これ難しいな。ミネルバ出しに行って、ウーサ、後からになると2ビル踏むんだよな。いや、まあ一応こっちか。でも2ビル踏んだら踏んだらな。2ビル踏んだら踏んだら、まだ、ホワイトキング爆弾させることできるんで、僕。言うてですね。で、ライトロード、アテナミネルバさんの効果と、ティラミスクリームの効果発動。さあどうしますかと。エフェクトベーラーもう多分ね、これね2枚使ってくれてるはずだから、あと1枚だと思うんだよね。あー、シエのトカミエね。あ、オッケーオッケーオッケー、まあ、一応ムドケル使う、あんまり関係ない気もするけど、これ別に破壊されても言うて、これってあれどうだっけ、こう止まんないよな破壊。やべえ、ちょっと60秒しかない。さあ戻、あのさ、もしかしてさ、これさ、ドカ姫さ出させた方がさ、いいみたいな話もある。実はもう炎属性縛り、これあれか、あれか、やばい、これ2ビルケアもしかしてできた、トカ姫これで俺2ビル引かれたらやばいか。もしかしてだけど、もしかしてだけどってやつか、これもしかしてだけどのやつかもしれません。やばいです、僕ちょっとこれ怖いです。もういつ2ビル引くかって問題ありますよね、お相手し。もうだから打ってください、もうもはや2ビルを早めに、早めで早めにお願いします。打ってくれねえ、引いてるのか言いたいのいないのか、これちょっとあれだよな、エフェクトメーラーと重ね引きされたらマジ終わるんだけど、ちょっとアポロサ出すしかない、頑張れ。いや、これ絶対あれだ、トガ姫のさあれだったわ、縛りかけてればよかったわ。12000、頑張れホワイトキング、ワイキン頑張って。多分ね、あれね、無限砲じゃないと思う、
あのカード多分だけど、あのクセカード多分抹殺がそっち系だと思う。こんだけ発動されないから、あとはだからここで引かなければいける。ニビルとエフェトウェラみたいなカードを頑張ろう、行こう。あ、やばい、エフェクトウェラいるのか、待ってくれ、重ね引きは重ね引きやめてくれ、頼む。だ、耐えた耐えた、ちょ下手くそすぎる、後手のまくり方が下手くそすぎる。これで殴ったらいけるか。やべ、残り時間30秒しかない、バトルフェイスいけ。いや、もうそれはいい、それはオッケー、もう全然オッケー、いいです。ウーサだけ出しとこう、ウーサだけ出して、アポロウーサの打点がゼロになるのだけマジやばいから、これで、アタッカー増やして、で、リンクリボー出てくる、で、白雪が爆弾する、で白雪で、リンクリボーぶん殴る、でリンクリボーどっか行く、で一番パンチきた、いけるはず、俺の計算が正しければ。あ、ポブルスはいい、もういい、もうそのどうでもいい、行くっけね、頑張れ頑張れお前ら。なんか回し方クソ下手くそだったけど、なんかいけそうだ。ワイトキングいけ、ワイトキングパンチだ、くらえ、倒ってくれ、やったやった、回し方下手くそすぎたけど許して。あー、まあ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 弱いねまあ弱いね、僕ワイトシリーズ来ちゃうからね。ちょっとなんかさ、結局さ、手数でご了承みたいなデッキじゃないですか、ライトロードティアラメンズみたいなデッキって。だから墓地肥やす系のテーマを何個か組み合わせて、墓地肥やせるように手数を出すみたいな、あのそういうデッキなんですけど、ワイトが来るとね、やっぱほんと手数がなくなるんだね。うん、レインボードラゴンとアオーボの次が、まあホルスか、なるほどな、トランザクションロールバック入ってんのね、なるほど、何を発動したいんだこれ。ホルスからのイゾルデはちょっとあんま見たことないですね、よくわからない動きをしてますね、まあ、とりあえず燃えたけみつはまあいいでしょう、まあ、サイヤもいいでしょう、知らない、もうそれはしょうがない。でメインフェーズ1、スキップされましたと。なんだこれ、ターンスキップでもすんのかちょっと俺のターン来る、僕のターン来ますかね先生。メインフェーズ1スキップはいいんですけど、これメインフェーズ2は来ますかね、スカルデッド。なるほど、マジでわからんな、何をしてるんだ。さあとりあえず一旦に一度自分のメインフェーズに手だから、モンスターを一体特殊召喚できるという最強効果で、レインボードラゴンなんか出てきたわ謎に究極砲撃中にレインボードラゴンって前に出てくることあんだな、あーわからない、何そのクセカード。まあもうロールバック入ってる時点でやばいんだけど、デッキ多分これサベージコロシアム、はい、これは攻撃からのモンスター攻撃しなければならない、なるほど。でモンスターが、攻撃を行ったまま終了時にモンスターをこの通して300ライフ回復、なんか攻撃を絶対に強制するみたいなカードだよな。デンドフェイズに攻撃してんけ知らないやつが、もうスクラッチ死んだけどいいのこれ。ナイトメアデーモンは、ナイトメアデーモンどうぞ、やばい、なんかこれ自爆解放やめて、ちょ自爆解放やめて、マジでそれはいい、別に何これ、ボルカニックエミッション。ちょっと、わからわからわから、ボルカニックオンサイトを選んで手札に加えるか特殊召喚、できますよと。はいはいはい、ああボルカニックデビルさん、なるほどですね、ボルカニックデビルが爆誕しました。でスタンバイフェーズ入ります。でああバトルフェーズ入んないといけない、メインフェーズ1スキップされてるからね、なるほど、バトルフェーズスキップ入、できないのでバトルフェーズ入りますと。はい、攻撃からの相手のモンスターは、やべ、ちょっとメインフェーズに入れねえ、相手はなんか攻撃しなきゃないって書いてある、やべえ行った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 、なんか攻撃しなければならないって書いてた、行った行った、やばい、死ぬ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 って行った行って、待って、攻撃強制ってこと、やばい、アルティメット攻撃強制ムービー来た、トランザクションロールバック、ああやばい！お前天才かよ！やばい！ちょ、ナイトメアデーモントークン！
6連打させられて俺死ぬんだけど、いった6連打じゃねえ、5連打で死んでんだけど、何それ手込んでんな、何これでっけ。